先生、患者は2名。2人ともひどい発熱です。ローゼル族の患者は意識がありません。だが、こんな時に限って人手が。私一人では処置できんぞ。私もお手伝いします。研修を終えたばかりの薬師ですが、やらせてください。今頼れるのは学生のみか。やむをえん、すぐに始めよう。待て、ローゼル族は後回しだ。教団信者の患者を優先なさい。ライラ様。わかりました。でもローゼル族の方が重症です。先に治療しなければ命に関わります。これだから学生は物の道理が分かっていない。どういう意味ですか。物の道理がどうとか、それが人を助けることと何の関係があるんです。人の命にそれぞれ違った重さがあるのだ。よく覚えておきなさい。メディナ、早くしろ。こうしている間にも患者は死ぬぞ。助けられなかった。私のせいだ。いくら人に言われたからって、私がそれに従ったから。メディナ、どこに行く。セレノア様、違法院の薬師から謁見の申し出が。メディナと申します。ウォルホート家の噂を聞いてまいりました。こら、無礼だぞ。構わない、薬師が私に言おうとは。ウォルホート家には信念の天秤というものがあるそうですね。ああ、困難な状況に陥ったとき、進むべき道を決めるために使うものだ。その天秤を使えば、正しい道を選ぶことができるのでしょうか。私は、自分の心が弱かったばかりに、助けるべき人を助けられなかった。こんな思いはもうしたくない。国や人種に関係なく、少しでも多くの命を救いたいんです。そのために、正しい道を選べるようになりたい。どうか天秤の力を私にもお分けください。天秤はただの道具だ。未来を教えてくれるような便利なものではない。ウォルホート家は皆の意見を集め決心する。そして選んだ道が正しくなるように努力するのだ。選んだ道が正しくなるように努力する。私たちにできるのはそれだけだ。期待に想像すまない。ウォルホート公、私をお仲間に加えていただけませんか。薬師がいてくれると我々も助かるわ。いいのか。戦いは避けられないぞ。はい、学びたいのです。物の道理に対して自分に何ができるのか。ならば共に行こう。ありがとうございます。グスタドルフ様、タラース様とエリカ様がご到着されました。パトリアト殿、
案内ご苦労様。もう下がっていいですよ。ご用がありましたら何なりとお申し付けください。そうね、私の部屋にワインと果物を用意しておいて。承知いたしました。それでは失礼いたします。わかりやすい男。まさに腰銀ちゃんというやつさ。グリンブルク陥落おめでとうございます。さすがは兄さん、見事なお手際でした。城下の混乱もじきに収まるでしょう。各領地の方もおおむね問題ありません。テリオールはおじけづいて城の中、ファルクスが気づいた時にはもう手遅れ。グリンブルクご自慢の御三家も兄さんの前じゃ形なしだね。残るウォルフォートへはアウローラを送った。ロラン王子を捕らえよと命じてやる。ところで兄さん、コーデリアがなぜここに。敗者を玉座になんかかけさせて、まるで女王みたい。実際そうなってもらう。どういうことです？事態が落ち着き次第、私が後見人となりコーデリアを大いにつける。レグナは一両日中に処刑する。アトリアトリもそう伝えてやる。剣王レグナもついにおしまいか。お父様。グリンブルクの諸君、私はエスプロスト公国総帥グスタドルフである。これよりグリンブルク国王レグナの犯した大罪を皆に告発する。先の大戦から30年、人々は粉骨砕身し祖国を立て直してきた。ノゼリア新鉱山はその象徴。三国が共存共栄する平和への足がかりとなるはずだった。だがこの男はレグナ王、その希望を踏みにじったのだ。我が国の技術で採掘のめどが立った途端、レグナ王は新鉱山を我がものにしようと画策した。そしてあろうことか、企みに気づいた技術指南ドラガンエスプロストを殺すよう命じたのだ。これは盟友たる我らエスプロスト公国並びに聖ハイサンド大教国に対する裏切りである。レグナ王の愚行を止めるため、我らはやむなくホワイトホルム城を占拠するに至った。だがこれはドラガン殺害への正当なる復讐であり、裏切りに対する正義の行いである。罪状を認めるかレグナ王よ。認める。だからどうか民と子供たちは。聞いたかグリンブルクの民よ、レグナ王は罪を認めた。ここにエスプロスト公国総帥グスタドルフは死刑を宣告する。レグナ王の首をはねよ。ロラン、コーデリア、あとは頼んだぞ。
王都陥落から数日後、グリンブルク国王レグナは処刑された。レグナの死は各地に衝撃を与えた。それは一つの時代の終焉を示すとともに、新たな混沌の時代の幕開けを意味していた。ソルスレイ様。どうしたブッカー。エスフロスト公国がグリンブルク王国に侵攻したとの報告が届きました。なんだと。王都はすでに陥落、レグナ王は処刑され、フラニ王子も殺されたそうです。ロラン王子はウォルホート領に逃れており、公国軍が向かっているとのこと。エスフロストめ、何を考えている。他の連中は事態をどう見ているのだ。いや、それよりもまずは教皇にお会いせねば。落ち着いてください、ソルスレイ様。この状況、あるいはエンデヘにとって好機となるかもしれません。好機だ。なるほど、確かにお前の言う通りかもしれん。ブッカー、私の忠実な右腕よ。お前はエンデケに欠かせない存在だ。教皇宮にスカイドリを出してくれ。ソルスレイ・エンデが謁見に参上するとな。かしこまりました。レグナ王、シュー、主君を守れずして何が御三家か。なぜ陰謀に気づけなかった。なぜ救いに行けなかった。今さら悔いたところでせんなきこと。王のお命はもう失われてしまった。残されたロラン王子だけは何としても守らねば。さて、どうしたものか。レグナ王亡き今、どうすれば我らは生き残れる。ランドロイ、ファルクス家は徹底抗戦するだろう。だが、奴らだけでは間違いなく負ける。では、ウォルホートがつけば。ロラン王子はウォルホートにいると聞く。ファルクスと共に戦う可能性は十分ある。いや、本当にそうか。ウォルホートはむしろ領地の存続を条件にエスフロストへ王子を差し出す方が。そうなればグリンブルクは終わりだ。王子と王女は殺されるか、手駒にされるか。国を捨てエスフロストに下る。
それが残された唯一の道かもしれんな。セレノア様、よくぞご無事で。なんとか戻ってこられたな。ヴォルフォートは王国随一の堅牢な城塞。ここまで来れば安心です、ロラー様。そうだな、父上や師匠も無事だといいが。ベネディクト様、たった今使い取りより報告が。どうした？顔が真っ青だぞ、ベネディクト。ロラン様、若様、どうか落ち着いてお聞きください。オートにてレグナ王が処刑されたそうです。父上が？なんということだ、父上！ロラン。お気持ちはわかりますが、悲しんでいる余裕はありません。グリンブルク王家最後の男子エスフロストが次に狙うのは間違いなくロラン王子です。ああ、すぐに手を打たねば。父上にもご意見を聞きたい。それがシモン様は？父上に何かあったのか？これは一体？王と襲撃の報をお聞きになった際にお倒れになり、そのまま意識が戻らず。そんなバカなことがあってたまるか！まさかシモン様が。どうして？父上、しっかりしてください。父上、父上に伺いたいことがまだ。これからウォルフォートは、私はどうすればよいのですか？セレノア、回復の見込みはあるのか？手は尽くしておりますが、なんとも。そうか。案ずるな、シモン殿はお強い方だ。ありがとう、ロラン王子。あなたこそ最もおつらいはずなのに。このような時こそしっかりしなければ。父の無念を晴らすためにも、お前も当主としてなすべきことをなせ。シモン殿のためにもな。わかりました。ご報告があります。どうした？創世殿の行方を追っていた兵がこれをと。これはマクスウェル殿の仮面。ホワイトホルム大橋付近で見つけたとのことです。これは師匠、そんな、まさか。見つかったのは仮面だけか？はい、橋の近くは死者であふれ、一人一人の身柄を確かめるのが難しく、川の流れも速いため、これ以上の捜索は困難とのことでした。そうか、ご苦労だった。ゆっくり休んでくれ。は、
師匠。師匠、あなたまで俺を置いていくのか。エスフロスト公国はホワイトホルム城に駐留している兵を集め、ウォルホートに向けて進軍を開始。それは取りも直さず、グリンブルク王家の血を引く最後の男子、期せずして王位継承の筆頭位となったロラン奪還のために他ならぬ。若様、エスフロスト軍がここウォルホートに向けて進軍を開始しました。先だってグスタドルフ総帥からの書簡が届きました。ロラン王子の引き渡しを要求しています。公国軍が到着するまでに返事をせよということか。おさ、なお部隊を率いるのはアブローラ将軍とのこと。敵も本気か。どうしてもロラン王子を手に入れる気だな。すぐに軍議を開く。皆を議場に集めてくれ。ありえません、ベネディクト。いいんだ、フレデリカ。ベネディクト、話を続けてくれ。はい。ですから改めて皆に問います。ロラン王子をエスフロスト公国に引き渡すか否かを。私は反対だ。なら何のためにマクスウェル様は。そうですよ、ロラン王子を頼むとマクスウェル様はおっしゃいました。それを。この城は天然の要塞、ロラン王子を守るにはちょうどいい。だけど公国は王都制圧の時と同じか、あるいはそれ以上の軍を差し向けるでしょうね。大軍が相手ではこの地形は仇となる。我々には逃げ場がないということです。だからといって諦めるのですか。これは人の命に関わる問題なのです。だからこそ君たちウォルフォート家が血を流す必要はない。これは俺の戦いだ。ロラン王子、それは違います。ウォルフォート家は王国御三家の筆頭、断じて無関係ではない。いいんだ、俺は出ていく。そうすれば戦地にならない。答えは一つだ。お前は迷ったりしないよな。誰かが犠牲になることが正しいなんて私には思えません。若様、ウォルホート領を戦場にはできません。領民を守るのが当主の使命です。素晴らしい。今それを決めろというのか。若様はこのウォルホート家の当主、ご決断できるのはあなたしかいないのです。わかった、ベネディクト。新年の天秤を用意してくれ。広告にロラン王女を差し出すべきか否か、皆の意思を問いたい。
投票の時間になったら私が合図する。それまで各自よく考えておいてくれ。かしこまりました。では解散。わか。しかし若、
ですが我が難しいですな。セレノワ様、なるほど。ですが心に留めておきましょう。その場合ですが、ですが、それに私は セレノア、しかし、どうかな。では、投票を始めよう。己の信念を天秤に預けてくれ。信じるぞ。お許しください。それで、賛同します。若のご意見に。信念の天秤よ。我らの選んだ道を示せ。道は定められた。
審判は下りましたね。新年の天秤による決定ですが、厳しい道となる覚悟が必要です。この道は間違いではなかったと己を納得させられるのは己のみだ。頼む、俺にできることは何でも言ってくれ。皆の者、すぐに防衛の準備を。エスプロスト広告軍を跳ね返す。新年の天秤による審判の末、ウォルフォート家はロラン王子を保護し籠城する道を選んだ。そのわずか数時間後、ウォルフォート城はエスフロスト公国軍の精鋭部隊によって包囲される。公国軍の陣頭で指揮を執るのは将軍アブローラ、ロランの兄フラン、そして師である創世マクスウェルを撃ったその人である。失礼します。ウォルフォート家より使い取りが来ました。ロラン王子の剣だな。ウォルフォートは王子の引き渡しを拒否したが、あくまでグリンブルク王家への忠義を貫くつもりらしい。アウローラ将軍に使い取りを送れ。ロラン王子を必ず連れ帰るように。はっ。お目通りを許していただきありがとうございます。ユリオと申します。我が軍で働きたいそうだな。グリンブルクから来たのか。何か事情でもあるのか。はい、実は。なんだ、こんなところに呼び出して人払いをせねばならないような要件か。三国共同採掘の件についてパトリアト殿にお尋ねしたいことがあります。先日この取り組みに関する書類を再確認していたところ、鉄の運び出し作業の入札について見覚えのない書類が混じっていることに気づきました。ほほう。この書類からは不明瞭な金の動きが読み取れる上に、それらが最終的に貴殿の手に渡るようになっていた。一見それとは分かりませんが、私の目はごまかせません。弁明があるならしていただきたい。弁明など必要あるまい。たとえそれが事実であったとして、そなたにはどうすることもできぬ。何しろ私には裏に王子が後ろ盾としてついているのだからな。まさかフラニ王子はこの件をすでにご存知なのか。貴族は皆持ちつ持たれつ、気づいていなかったのはそなたくらいだ。よもやフラニ王子までもこの国はそこまで腐敗していたのか。ことを公にすれば処罰されるのはそなたの方だ。何、罪状なぞどうにでもなる。だが黙っているなら
それなりの見返りを約束しよう。どうだ？悪い話ではないと思うが。貴族の腐敗がそこまで広がっているとは。このようなことが許されるはずがない。どうあってもこの件は公にさせていただく。この堅物め、なるべく穏便に済ませようと思ったが。大変だ！エスフロストが攻めてきたぞ！なんだと？というような次第で、もはや王都には戻れません。何卒仕官をお許しください。思い出したぞ。お前、武闘大会の時にマクスウェル軍の副官だったやつじゃないか。地味だがなかなかいい働きをしていたな。わか、こいつは使えますぞ。わかった、従軍を許そう。エラドール、面倒を見てやってくれ。ありがとうございます。必ずやお役に立ってご覧に入れます。シルビア様、こちらでしたか。どうした？ホワイトホルム城から知らせが届きました。ウォルホートはエス・フロストの要求を拒み、ロラン王子を領内で保護するとのこと。なんだと？エス・フロストと対立する道を選んだというのか。総帥はウォルホート城への攻撃を命令。ロラン王子を捕らえ、同時にウォルホートを叩くつもりです。ウォルホートはこれで終わりだろう。だが、万が一ということもある。状況をしっかり見極めねば。そうだ、焦ってはいかん。よく考えろ。我らが生き残る術を。引き続き閣僚の動向を探れ。どんな些細なことも見逃すでないぞ。はっ。アブローラだと。間違いないんだな。はい、我々を包囲しているのは将軍アブローラ率いる主力部隊です。兄の師匠の仇だ。
差し違えてでも奴だけは倒す。王子、つなげられたお命です。大切になさってください。分かっている。ただ正面から敵を受け止めてもじりじりと追い込まれることは明白。策を講じましょう。この町にはとある仕掛けが施されているのです。本来であれば家督を継ぐ際に追って伝えられるものでありました。先ほど兵に命じて準備をさせました。時間がありません。こちらに。王都陥落後、ロラン王子がウォルフォート領へ避難されたのは知っていると思う。エスフロストはウォルフォート家に対し王子を引き渡すよう迫っていたが、今しがたウォルフォート家が要求を拒否したという知らせが入った。グリンブルク王家の忠義を貫く姿勢、実にあっぱれである。我らファルクスも負けてはおれぬ。急ぎ戦の支度を整えよう。グリンブルク御三家の名に恥じぬよう力を尽くし王国を守るのだ。みんな頼んだぞ、私に力を貸してくれ。フォートもとんだ愚か者だこと、言うことを聞けば生き残れたのに。手柄をあげる機会ができてアブローラは喜んでいると思うけど。そのために拾った女だからね、役に立ってもらわなきゃ。ええ、そうね。御三家の一つはこれで片付くとして、残る二つはどうするつもりかしら。姉さんのつまらないことを聞くな。臆病者のテリオール家なんてどうとでもできるさ、忠義に熱いファルクス家と違ってね。とはいえファルクス領は豊かな穀倉地帯だ。そんな魅力的な土地を兄さんが放っておくと思う？そうよね。
核とは何でしょう、ベネディクト。ヴォルホート城は山を開いて作られたと聞きます。そこに秘密が隠されているとでも？はい、この町には万が一の有事に備えあるからくりが施されています。からくり？聞いたことがないな。当然です。当主とその側近にだけ伝えられているこの町の進化とも言うべき秘密ですから。なるほど。で、この町の進化とはいかに？町のあちこちに見られる高い塔、斜面に張り巡らされた水路、特に変わったところはないように思えますが。その水路を使うのです。上から油を流し、攻め入った敵ごと焼き払う。あ、正気か、ベネディクト。各所に鷹の彫像がご覧いただけるでしょう。確かに、あちこちに見慣れない彫像が。彫像を叩き壊すと水路の区画に柵が出ます。囲まれたなら燃え尽きるまで逃れることはできません。いや、町もろとも敵を焼くというのですか。果たしてどれだけの被害や犠牲が出るか。我々は戦う道を選んだのです。生き残るためには手段を選んではいられません。そして戦うからには何としても勝たねばならない。
ベネディクト、そちらの守備はどうだ。ちょうど今準備を終えたところです。若様の方もお済みのようですね。なんとか間に合ったか。やれることはやりました。あとは力を尽くすのみです。そうだな。セレノア殿、ベネディクト殿、エス・フロスト軍が動き出しました。来たか。エス・フロスト軍の進撃を確認。皆それぞれの持ち場にて待機せよ。行きますぞ。